アジア地域以外の事業を行うザ・ポケモンカンパニー・インターナショナル。株式会社ポケモンは、ポケットモンスターのプロデュース及び、関連キャラクターグッズの販売や、ポケットモンスター関連のゲームソフトの開発、ポケモングッズ専門店である、ポケモンセンターの経営を行う日本の企業。ポケモンという存在を通して、現実世界と仮想世界の両方を豊かにすること。 企業理念としポケモンというコンテンツを永続的なブランドに育てることを目的に設立された。東京都港区六本木の六本木ヒルズに本社を置く、任天堂の持分法適用関連会社。ポケモンが末長く愛されることを第一ミッションとして掲げており、ポケモンという一コンテンツしか扱わない一方で、ポケモンに関連する事業であれば何でも関わっている。 あらゆる事業の根底には、いかにポケモンを存続させていくのかという考えがあり、会社の成り立ちから組織までこの考えが元になっている。企業理念について、代表取締役社長の石原恒和は、ゲーム上でのポケモンの交換を通じて、現実世界でコミュニケーションが取られるように、ポケモンが現実世界と仮想世界の中立ちを担い、現実世界も、 仮想世界も両方つないでリッチにしていきたいと述べている。コンピュータゲーム、ポケットモンスターシリーズのプロデュース及び各国語への翻訳、ローカライズを担っている。コンシューマータイトル以外にもゲームアプリ、ポケモン GO やポケモンマスターズなどをアプリケーション開発会社などと共同で開発、運営している。ポケットモンスターの最初のゲームソフトであるポケットモンスター赤緑の 発売日である2月27日をポケモンデーと定め、日本記念日協会の認定を受けている。メディアファクトリーから遺憾を受け、ビデオゲームソフト、ポケットモンスターシリーズをモチーフにしたトレーディングカードゲーム、ポケモンカードゲームを販売している。13言語版が世界で販売されており、累計製造枚数は341億枚以上。TV アニメ、ポケットモンスターや映画、 バラエティ番組のプロモーションを担当している。アメリカでの TB アニメの放映は2006年6月3日からのポケモンクロニクルズから事業として行っている。ポケモンの中国進出に際してはゲームに先駆けて映像コンテンツの配信から始めており2019年5月に中国で公開された名探偵ピカチュウは大ヒットを記録し6億4000万元の 工業収入を記録した。ポケモンセンター東北ポケットモンスターの作品中に登場する施設と同名のポケモングッズ専門店、ポケモンセンターを運営している。2021年6月現在、日本に15店舗存在する。日本国外においては、2019年4月より、ポケモンセンターシンガポールを運営している。過去には、2001年11月から2005年2月まで、 アメリカニューヨークにポケモンセンターニューヨーク2014年6月に期間限定でフランスパリにおいてイラストメインの店舗ポケモンセンターパリ2016年10月から11月にはイギリスロンドンでポケモンセンターロンドンを運営していたその他小規模ポップアップストアのポケモンセンター発出所を複数地域で不定期に開店しているポケモンセンター以外にも 国際空港や観光地を中心に展開している小規模ショップ、ポケモンストアやポケモンの世界観を再現したメニューを提供するポケモンカフェ、オンラインショップ、ポケモンセンターオンラインの運営も行っている。吉野家とポケモンのコラボレーション2000年の称号変更と同時に、それまで任天堂が担っていたライセンス関連事業を継承した。 現著作権者である任天堂、ゲームフリーク、クリーチャーズから独占的ライセンスを与えられたポケモンが関連商品の販売やタイアップなどへのライセンスの許諾を担っている。タイにおいては2014年12月から現地の通信大手トゥルーコーポレーションとマスターライセンシー契約を締結しており、同地域でのアニメの放映やキャラクター商品の販売などを一任している。韓国。 シンガポールはそれぞれ子会社が存在し、中国本土は中国事業部、それ以外のアジア地域はアジアビジネス事業部が担う。アジア以外の地域においては子会社であるザ・ポケモン・カンパニー・インターナショナルが担っている。シンク・グロボリー、アクト・ロー・ケリーの精神に基づき、グローバルのプロデュースを最初に考え、それを地域に合わせて最適な形で提供していく方針で事業を、 行っている。2018年にロンドンの美術大学ロイヤルカレッジオブアートと共同でポケモンスカラシップという奨学金を設立し RCA でデザイン及びコミュニケーションを専攻する修士課程2年生の学生へ学費の補助を行っている。ポケモンワールドチャンピオンシップスをはじめとしたポケモンのゲームやカードの大会を主催している。 東京都中央区日本橋にポケモンセンター東京の運営を担う法人として、ポケモンの現著作権者である任天堂、ゲームフリーク、クリーチャーズの3社の共同出資により1998年4月23日にポケモンセンター株式会社として設立された。2000年10月に現在の称号に変更し、ポケモンのライセンス関連事業を開始した。この背景には、 ポケットモンスター金銀の発売後、商品企画の提案が海外からも含めて増加したことで、当時は任天堂が自社で行っていたライセンス管理業務がパンクしてしまい、ポケモンに関する権利を集約する場が求められていたことにある。また、その際には岩田里氏が日本国内外を含めた関連各社の調整役に立った。二千五年十二月十三日には、 ニンテンドー・オブ・アメリカが保有する同地域でのポケモンカードゲームのマーケティング及び流通管理の遺憾を発表。同月24日には、米国市会社のポケモン USA が4、キッズエンタテインメントからアジア以外の地域におけるアニメ、ポケットモンスターの放映権とビデオグラム加減及びトレーディングカードとテレビゲームを除く商品課減の取得を発表し、 海外におけるポケモン関連の権利のほとんどが日本のポケモンとポケモン USA に集約された。2016年にはアメリカのナショナルフットボールリーグの優勝決定戦第50回スーパーボールでポケモン20周年を記念したコマーシャル映像を放映した。この映像は YouTube 上でも公開されスーパーボール前の再生回数で首位を獲得し YouTube 上の投票で 同試合で放映された52社の CM の中で1位を取った。この出来事について石原はポップカルチャーの最も晴れ舞台であるスーパーボールのハーフタイムショーに流れる CM で最高の評価を得られたというのは天気のように感じますねとコメントしている。2016年7月にナイアンティックと共同でリリースしたポケモン GO 同年11月にリリースした ポケットモンスターサンムーンの影響を受け、2017年2月期の決算において最終利益が前期の6億1900万円から25.7倍の159億円2100万円に急増した。その後も最終利益はこの水準を維持しており、2021年2月期には過去最高となる186億3000万円に達した。 直営のポケモン関連施設を運営する株式会社ポケモンセンターと4社の海外支社を持つ。2010年にポケモンのプロモーションを担う関連会社として設立された株式会社ポケモンコミュニケーションズは2017年1月に株式会社ポケモンへ吸収合併された。ポケモン GO を共同で開発、運営しているナイアンティックが Google 社から独立する際には、任天堂とと共に、同社へ出資を行っている。1998年の設立時から、代表取締役社長は、石原常和が務めている。石原は、ポケットモンスター赤、緑より、ポケモンソフト全作品に、プロデューサーとして携わっている。最高執行責任者を務める宇都宮隆人は、コンサルティング会社ブーズアレンハミルトン。 執行役員の川本拓は医療系メーカージョンソンジョンソンからの中途入社であり入社までポケモンについてほとんど知らなかったがそれぞれ面接でポケモンのビジネスモデルに衝撃を受け入社を決意した宇都宮は2005年に入社後ウェブプロモーション小売店舗事業などの各種事業を担当ポケモン GO では事業責任者を務めポケモンセンター東京の ビジネスユニット長を歴任し、現職。2010年12月から2012年1月には、後に、任天堂第5代社長となる、君島徹尾が代表取締役を務めていた。2012年には、後に、任天堂第6代社長となる、古川俊太郎が、社外取締役に就任している。2005年に、国際的に最も権威のある、 学術雑誌の一つであるネイチャー誌に発表された、パッチ赤血球骨髄急性個体発生因子という、転写抑制因子が発言において重要な役割を果たすという研究結果が発表され、この遺伝子に頭文字を取って、ポケモンという名前が付けられた。この論文は、マスコミの注目を浴び、ポケモンエスキャンサーロールリビールドという見出しで、各種雑誌に掲載され、 ガンとポケモンを関連付けられることを恐れたポケモン USA はネイチャー氏に対してその遺伝子をポケモンと呼ぶことを中止しなければ提訴すると警告した ABCDEFG 第23期決算広告2021年5月31日付漢方110ページ企業理念ポケモン2021年6月23日閲覧事業紹介 ポケモン。2021年6月23日閲覧。AB。株式会社ポケモン企業インタビュー。エディートネットワーク。2021年6月23日閲覧。AB 村上美穂ポケモンを支えるプロデューサーとしてのホーム。株式会社ポケモン。ビジネスローヤーズ弁護士 .com。2021年6月27日閲覧。 abcd e 土本学ぶポケモンが現実世界と仮想世界をつないでいく20年目の挑戦株式会社ポケモン代表取締役社長石原常和氏インタビューインサイドイード2021年6月23日閲覧ビデオゲームポケモン2021年6月26日閲覧相川泉エンジニアこそ コミュニケーション能力が必要だ。n e w s p i c k h t t p s コロンスラッシュスラッシュ newspicks.com スラッシュニューススラッシュ2881142スラッシュ2021年6月27日閲覧。アプリポケモン2021年6月26日閲覧。AB ポケモン21年2月期の決算は売上高1200億円。 営業利益に百七十八億円最終利益は二十一パーセント増の百八十六億円に、ソーシャルゲームインフォーソーシャルインフォ二千二十一年五月三十一日、二千二十一年六月二十六日閲覧。吉宗、ポケモンデーが、日本の正式な記念日として制定。シリーズ第一作、赤、緑が発売された二月二十七日が、ポケモンの日に、電。 ファミニコゲーマー生まれ、2020年1月31日、2021年6月27日閲覧。青柳美穂子知っていますかブームを支えた、ポケモンカード。IT メディアビジネスオンライン。IT メディア、2021年6月26日、閲覧。ポケモンカード、ブーム衰えず、V スタートデッキ史上最速で、販売数50万個突破。 オーコンニュース、オリコーン、2021年6月26日閲覧。数字で見るポケモン、ポケモン、2021年6月26日閲覧。映像、ポケモン、2021年6月27日閲覧。ポケモン新シリーズ米、カートゥーンネットで放映、アニメ、アニメ、イード、2006年6月4日。 2021年6月27日閲覧。久村隆二。ポケモンがチーム戦略バトルゲーム。ポケモンユナイトで中国市場に挑む理由。ダイムラットダイム。小学館。2021年6月26日閲覧。2019年中国映画興行ランキング発表。総合1位はアニメ映画。NE じゃ。累計講習は1兆円超え。 映画 .com 映画 .com2020 年1月15日2021年6月26日閲覧オフィシャルショップ一覧ポケットモンスターオフィシャルサイトポケモン2021年6月27日閲覧 ABCDEF あゆみポケモン2021年6月23日閲覧 ABC 直営店舗ポケモン 2021年6月26日閲覧。姉さんひろこ、ロンドンに期間限定オープン。ポケモンセンター。オンラインジャーニー。ジャパンジャーナルズ。2021年6月27日閲覧。ABCDE、岩田聡史筆頭企画。岩田さんは、最後の最後まで問題解決に取り組んだエンジニアだった。ゲーマーはもっと経営者を目指すべき。特別編。 4gamer.net 2016年1月14日閲覧。柿沼大地、ポケモン GO で学ぶキャラクターライセンスビジネス基礎講座、ストーリア法律事務所、ストーリア法律事務所、2021年6月27日閲覧。小野由か子、トゥルーコーポ、ポケモン活用で契約、日本経済新聞日本経済新聞社、 2014年12月11日。2021年6月27日閲覧。東神原俊博ポケモンのアジア展開を担うプロデューサーたち。n e w s p i c k h t t p s コロンスラッシュスラッシュニュースピックス c o m スラッシュニューススラッシュ3635738スラッシュ2021年6月27日閲覧。abc 会社情報。ポケモン。 2021年6月23日閲覧。AB、アバウト・ザ・ポケモン・カンパニー・インターナショナル。ザ・ポケモン・カンパニー。2021年6月23日、閲覧。海外事業。ポケモン。2021年6月27日、閲覧。東神原俊博。ポケモンバツ×ハリウッド。グローバル映画市場への挑戦とは。 ニュースピックス、https コロンスラッシュスラッシュニュースピックスドットコムスラッシュニューススラッシュ4002821スラッシュ2021年6月27日閲覧。ポケモンがロイヤルカレッジオブアートと新たな取り組み革新的な芸術とデザインを支援する奨学金を設立アクシス2019年1月24日2021年6月23日閲覧。 あらゆるポケモンバトルの世界一を決めるポケモンワールドチャンピオンシップス2016が開催決定。国内公式大会は4月下旬より開催。ゲーマーナインル2016年2月15日。2021年6月27日へ閲覧。大陸新秩序ポケモン竜王戦2020本戦をレポート。 ポケモンカードゲームとポケットモンスターソードシールドの竜王が決定。4gamer.net i イタス。2021年5月31日。2021年6月27日閲覧。社長が聞くポケットモンスターハートゴールドソウルシルバー三社長にしておくにはもったいない。任天堂2016年1月14日閲覧。 出資三社、任天堂オブ・アメリカ、テレビ東京、JR 東日本企画、小学館、等。AB、米ポケモンライセンス米社から、ポケモン USA、アニメ、アニメ、ビズ・イード、2005年12月24日、2021年6月27日閲覧。タデナ、ナタリー、ポケモン CM、スーパーボール前の再生回数主位。 ウォールストリート・ジャーナル。https.jpwsj.com.articles.sb1893 巻4506項4160条5334条7843対458系1527兆5126億5613万52042021年6月23日。閲覧。 新井陽介、ポケモンの決算広告が官報に掲載。ポケモン GO、ポケットモンスターンムーンのヒットで純利益は、前期比25.7倍の159億2100万円に。4gamer.net https://www.4gamer.net スラッシュゲームズスラッシュ999スラッシュ G999905 スラッシュ20170530084スラッシュ2021年6月26日閲覧ポケモン、ポケモンのプロモーションを担う関連会社ポケモンコミュニケーションズを九州合併、ソーシャル、 ゲームインフォーソーシャルインフォー2017年1月25日2021年6月23日閲覧井上治ポケモン GO 大ヒット生んだ三者の理念日経ビジネス https www. 日経 .com アーティクルジャックスムズ 06211150Y6A810C100 万2021年6月27日 閲覧。会社概要。ポケモンセンター。2021年6月23日閲覧。株式会社ポケモンセンター。会社概要。株式会社ポケモンセンター。2021年6月23日閲覧。ポケモン CEO インターナショナルインク、ザ・ブルームバーグ・ブルームバーグ。2021年6月23日閲覧。 セービングヒズドッグコストヒムヒズコレクションオブポケモンカーズバッドザカンパニーメイドアップフォーザサクリファイスアントレプレナーアジアパシフィック https コロンスラッシュスラッシュ www.antreprenor.com スラッシュアーティクルスラッシュ3735632021年6月23日閲覧ポケモンの企業情報 コリフォレムネット2021年6月23日閲覧経済産業大臣賞日本ゲーム大賞一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会2021年6月26日閲覧 ABI 川泉ポケモンだけだから面白いポケモンにすべてをかける二人ニュースピックスニュースピックス 二千二十一年六月二十六日閲覧。対談、ポケモンと考える、現実世界と仮想世界をより豊かにする方法、宇都宮高人、伊藤慎。一般社団法人構想日本。二千二十一年六月二十六日閲覧。任天堂、君島たつ常務取締役が九月十六日付で、新社長に昇格同日にフェローを新設し、武田玄洋氏と、 宮本茂氏が就任。ソーシャルゲームインフォ。http コロンスラッシュスラッシュ gamebiz.jp スラッシュ。p イコール14万95952021年6月26日。閲覧。人事、任天堂、6月28日付で、君島達樹社長が、退任後任は現、取締役上務執行役員の古川俊太郎氏。 君島社長は、相談役に就任予定、ソーシャルゲームインフォーソーシャルインフォー、2018年4月26日、2021年6月27日閲覧。中和のり、第25回ポケモンという名のタンパク、こんなにも面白い医学の世界。羊土二2021年6月23日閲覧。下にて、トム、ポケモンブロックスジーンネーム。 ネイチャー四百三十八、八百九十七、八百九十七、ドイ、十点一零三八、四十三万八千八百九十七。A、一瞬ュン零零二八から零八三六、http コロンスラッシュスラッシュ www。netcom スラッシュアーティクルズスラッシュ四三八八九七。A。ありがとうございます。